は三菱不走トラックバスが開発した世界初の商用車用デュアルクラッチトランスミッションの名称である。2010年に三菱不走トラックバスが世界で初めて開発発表したトラックバス用の DCT である。翌年同社小型トラックであるキャンターに搭載されデビューした。また2011年には同社のバスである4代目。 ローザの改良版にも搭載された。DCT のバスへの搭載も、このローザが世界初である。トラックバス用 DCT は、パフォーマンス面の他にも、経済的メリットが大きいため、注目されている。名前の由来は、二重層のデュオとメルセデス・ベンツの AT、トラーノックからの造語。シフトレバーの操作は、となる。 2012年5月18日にフルモデルチェンジしたキャンターエーコハイブリッドではデュオニックにモーターを組み込んだ世界初のハイブリッド用モーター内蔵デュアルクラッチ式トランスミッションが搭載された同様の組み合わせとしては翌年9月に投入されたホンダのスポーツハイブリッド IDCD がある基本的な構造はマニュアルトランスミッションと似ており動力源からの動力を クラッチを介して、歯車に伝え、歯車の組み合わせを変えて車軸に伝達するというもの。しかし、DCT では、クラッチとギアのセットが奇数段、多摩数段の2系統に分かれており、その2つのクラッチを交互につなぎ替えることで、瞬間的に変速を行っていくというシステム。DCT では常に次のギアが待機した状態であり、変速の指令が出ると、 もう一方のクラッチにつなぎ替えるだけで変速が済むので、変速に要する時間が極めて短く、かつショックも極めて小さい。なお、クラッチ操作及び変速操作は、コンピュータ制御により、自動的に行われる。また、旧来のトルクコンバーターと、優勢歯車機構を用いる、オートマチックトランスミッションや無断変速機などと、同様、 パーキングやリバースのポジションが与えられていることもあり、オートマチック限定免許での運転が可能である。クラッチ操作と変速操作が自動化されているという点では、AT の一種とも言える。また、MT の構造を基本としていることに加え、クラッチ操作が自動であるという点で、セミオートマチックトランスミッションと共通しており、DCT をセミ AT の一種として扱う場合もある。 こうした構造上の特性により、トルコン式 AT や CVT と比べて、燃費面で有利、ダイレクトな加減速が可能で車両の運動性能が向上するといったメリットを持ち、さらに MT やセミ AT と比べて変速時のトルク抜けがなく、ショックも極めて小さいので、乗員、乗客、積み荷に優しい、また既存の機構の組み合わせの上に成り立っているので、 新機構としては、基本的信頼性が、すでに高い、クラッチや変速操作が自動化されており、操作が容易など多くのメリットを持つ。もともと1985年に、ポルシェ社が、レーシングカーで試験採用し、その後、トランスミッションメーカーである、ボルグワーナー社により開発が進み、2003年に、フォルクスワーゲン社により市販車に初搭載された。以降は、 地球環境に対する適応力が一層求められている現代の自動車業界において燃費の向上、エミッションの低減を実現できるという特徴が重宝され、またトータル性能の優位性がユーザーに認知されたことにより急速に採用が拡大しており、商用車用の分野では三菱不走トラックバスが世界初の商用車用 DCT を開発し、デュオニックの名称で発表。 搭載した。ギアセットを2系統持ち、片方のギアセットが奇数段を、もう片方のギアセットが玉数段を担当する。例えば変速段数が6段の場合は、1から3から 5R 段と、2から4から6段の2つの系統に分かれている。各、ギアセットが、それぞれのクラッチを持ち、基本的にはどちらかのクラッチしか締結しない。例えば、 停止状態から一速で走り出す場合はあらかじめ一速がコンピュータによってセレクトされ一速のギアセットすなわち奇数ギアセット側がシンクロ動作を終え噛み合って待機しているドライバーが発進のためアクセルを開けると半クラッチ状態を経て奇数ギアセット側のクラッチを締結し車軸に動力が伝わり前進するその間一方の二速ギアセットすなわち偶数ギアセットは あらかじめシンクロ動作を終え噛み合っている。車が二足で走行する領域に入った場合、即座にクラッチを奇数ギア用から偶数ギア用に切り替えることで、瞬時に二足への変速が完了する。また二足への変速が完了すると同時に、奇数ギアセット側はあらかじめ次の変速に備えて三足へのシンクロを行い噛み合わせを終えて、待機状態に入る。以後の変速も、 同様に行われる。つまり、二つの異なるマニュアルトランスミッションを交互に切り替えていくような機構である。次の変速弾を準備する際は、アクセルの踏み込み量や車速などから、運転状況を自動的に判断し、シフトアップ側か、シフトダウン側かを判断している。ごく稀に変速の予測をコンピューターが誤ることも、あるが、即座に訂正され、 変速の際にこくわずかな間を置きつつ、すぐに適切なギアが選択される。一気にシフトアップやシフトダウンを行う際はギアを飛ばして変速するものもある。また、シフトダウン時は、クラッチの回転数とエンジンの回転数を合わせる動作が自動的に行われることが多い。なお、これら動作を滑らかに行うには動力をバイワイヤで制御できる必要がある。 DCT ではクラッチを切り替える時間そのものが変速時間となり、その時間はミリセカンドという速さで、特に速いモデルではわずか0.05秒以下程度である。そのため、MT とは異なりクラッチを完全に切って、加速を断絶する時間がほとんどないため、加速中にトルクが抜けず、乗り心地と加速を向上できるというメリットが生まれる。また、 下級機を装着したエンジンの場合、MT やトルコン式 AT に比べ変速時にスロットルを絞る必要もないので下級圧が落ちずターボラグを抑制できるというメリットもある。これは環境規制から生まれたエンジンのダウンサイジングの潮流にマッチしていることを意味する。また、純粋な MT と比較するとシフトパターンが増えることによる誤操作を完全に無視することができる。 またセミ AT と比較しても軸方向の寸法を短縮できるため市販の小中型乗用車では全身6段がほぼ限界であるのに対し DCT では全身7段以上にすることができる多段化によりエンジンの効率の高い範囲を有効に使うことができるので燃費や環境面で有位でありさらにスポーツ性も向上することから実際に 多くのモデルで7速 DCT が採用されている。なお、停止状態からブレーキペダルを離し、アクセルペダルに足を移行する間、旧来のトルコン AT のクリープ現象と同様の疑似的なクリープ現象を起こすように設計されているので、旧来のトルコン式 AT の利用者が乗り換えた際にも、 違和感が出ないように配慮されており、同時に微低速度域での車両の動きがぎこちなくならないように工夫されている。クラッチディスクは、乾式のものと湿式のものがあるが、いずれも長寿命であり、基本的には交換する必要がなく、メンテナンスコスト面でも有利である。摩耗によるクリアランスも自動調整される。クラッチディスクは、 基本的に2つのギアセット用の独立動作するクラッチ板が同心円状に配置されるがその機構に関しては特許が取得されているためその特許を持つメーカーが DCT の生産を行うメーカーにクラッチを納入してトランスミッションを組み立てるなどの方法をとっているギア部分は従来の MT とほとんど同じ構成のシンクロメッシュ機構を持つ常時混合式で シフトフォークをアクチュエーターで作動させて変速する。シンクロメッシュは短時間で変速を行うために容量の大きなものが使用される。従来のコンベンショナルな AT は MT と比べてクラッチがトルコンに置き換わったためクラッチの切断、締結操作が不要となり変速操作も自動化されてドライバーの操作負担は軽減されたが反面トルコンの滑りにより 動力の伝達ロスが大きかったため、MT に比べ燃費面で不利であった。また、変速は、滑らかな一方を、MT のようなダイレクト感や、素早さに欠けていた。一方、クラッチ操作や変速を自動化しつつ、MT に近いフィーリングを得ることを目的に、開発されたセミ AT では、スポーツカーを中心に広く採用され、未だ多くの車種に設定されているが、改良は進んだものの、 依然として変速時のショックが大きく、また変速時に駆動系へのトルクの切断時間が比較的長いという問題があった。そこで登場したのがこの d c t であり、コンベンショナルな AT、MT、セミ AT、それぞれの良いとこ取りをしたものと言える。ギアは MT とほぼ同じ機構を持つため、機械的な伝達効率は MT に迫る。 二系統のクラッチセットを交互につなぎ替えることにより、動力を途切れなく伝達でき、セミ AT のようなトルク抜けによる違和感も解消している。その他、前述のように高い環境性能を有するなど、利点も多い。MT と比べた場合は、厳密に言うと、アクチュエーターの作動用油圧ポンプによる駆動ロスや開放側を置いたクラッチの引きずりロスの分、 伝達効率は MT よりも1から2%程度落ちてしまい、また AT と比べた場合でもシステムトータルの質量は現在のところ若干重いがドライバーの技量や操作の癖などによらず良好な燃費を得ることができるので旧来の AT の代替システムとしては十分である。また DCT の構造はトランスミッションケースをはじめギアやクラッチを含めて 旧来の MT と共通化させることが可能な部品が多く、実際、ラインナップに MT と DCT の両方を用意しているモデルの中には DCT をベースに設計を一部変更し、MT に転用している事例も出てきている。そうした工夫により、DCT の製造コストを旧来のトルコン式 AT や CVT 以下に抑え、場合によっては MT 並みとすることに成功している。 ケースもある。DCT はこれまで多くのスポーツカーに採用されてきたセミ AT と比べると MT と同様の構造を基本にクラッチと変速の操作を自動化したという点では同じで MT 並みのダイレクト感を得るという点では共通しているがセミ AT では変速に要するタイムラグがありその短縮には物理的な限界があった DCT はクラッチを2系統持ち それらを状況に応じて瞬時につなぎ替えるという構造によりタイムラグを解消した。したがってセミ AT は一部の需要を除き順次 DCT に置き換わっていくものと推測され実際に多くのメーカーがセミ AT から DCT に切り替えている。またクラッチ容量を増大させればハイパワー車や大型車などの大トルクを要求する車種にも対応できる。実際 DCT が登場して間もない2005年には、ブガッテベイロンが最高出力1001馬力、最大トルク1 2 7 5 k g ス m を誇るハイパワーエンジンに7速 DCT を組み合わせて登場し、さらに2010年には最高出力を1200馬力、最大トルクを1 5 3 k g ス m にまで高めたグレードを設定し、DCT が高出力エンジンに耐えうることを、 実証している。また、同年には三菱不走トラックバスから車両総重量25トンを許容するトラック用 DCT も開発、搭載され、自動車用の日ではない高い耐久性や長期間に、渡る信頼性が求められる商用車の分野でも、バスを含め着実に広まっていくものと推定される。ありがとうございます。